徳川幕府政権の中でその絶大な権力を象徴するのが諸大名たちの参勤交代でしょう。当時大名たちの祭祀は江戸で生活することが定められており、藩主は1年を江戸勤務した後、次の1年を国元で過ごす生活を送っておりました。1年おきに領地と江戸とを往復する、この格式を整えてのきらびやかな大移動が、いわゆる大名行列でございます。やっこ衆はその妙義をご披露いたせ。Thank you.